クラ倉シュ、クラヤスは、室町時代の、倉間街事演義などに登場する、下谷国公倉山の盗賊。室町時代の成立とされる、倉間街事演期には、以下のように記述されている。陳府将軍、藤原敏人が時の天皇の戦時により下谷国公、倉山のクラ倉シュ、クラヤスを盗目とする千人の軍刀を討伐するとき、ク寺に賛同して、 立願規制すると次元があり、盗賊を退治することに成功した。そこで、美写門天造を造建して、海岸供養し、剣を治めた。倉間街寺園記での記述は、おと木宗氏、田村の宗氏で年人をモデルとした藤原俊紀都氏が、おろちの倉光、久エ助を退治する物語のもとになったと考えられている。また妻をさらわれた俊紀都氏が、 倉間山の美写門店から溜まった剣で、道の九国鉱山の悪用を打つ物語の原点ともなった。日知達丸が7歳の時に五門から2匹のおろちを、討伐せよと大事の戦事を受けたのが日、達丸のおじを名乗る大見国見、純川の倉光、クエスケである。日知達丸は、下方の格という意味に、神通のカブ屋で退治したことで将軍の戦事が、下って、春日都市将軍と名乗った。 17歳の時に、テルヒ午前とちぎりを結んだことに嫉妬したミカドから、伊豆へ、れ、流罪にされるが、オンルの途中、セタの唐橋の上で橋桁を強く踏みならし、退治した、倉光、クエスケのコンパクに向けて都に上がって、心のままにせよと呼びかけ、都に異変を起こさせた。ミカドが占わせた、天文博士が、春日と市将軍を都に戻せば沈まると言ったので、 春季都市は都に帰ることを許され、おろちは静まった。ありがとうございます。